フルメイト行きましょう。クックックフルメイト。これエンジンの配線までできたら神オブザゴッドなんだけどな。うわーマジかこれ。押してくれる人いたんだ。いやー。本当だ、オラフ君ってボタン押すんだ。いや押しますよそりゃ。ねえ、太郎さん。まあ僕がお願いしたんでね、押してくれって。あ、そう、いやペンギン乗せてるからかなって思った。なるほど。あーあー、次初めに目についた人切ろうっと。パチペンね。どっちそれ。どっちとも取れる。早めに釣っときましょうよ。そうね、怖い。もうシェルフでもじゃあまだわこれ。あべ、今誰と会えたっけ。慎太郎がエレキ降りた。慎太郎の動きめちゃくちゃ怖かったな、今。なんで止まってたんだあいつ。あらはい、ハイブリさんと一緒に行ってるのを見てます、はい、七子くんとアルマくんとすれ違った時に2人セットでメインに入ってるから、はい、そうそうそう。あ、だから先にアドミンの方がよくない。はい、オッケーオッケーオッケー。あ、いや、言った方がいいか。まずミーティングに、あ、うーん、どっちでもいい。俺はミーティング高田おまおじ。はい、ミーティング2人いる。シャワー1名や。シャワー1いる。展望があるたけかな。あるたけ、あ、いるいる。エンジン1ってエンジン1いる。アドミンって超直近ですか。いや、ラストラスト。あ、だったら俺通信室前だ。僕は絵画の前にいるんで映ってないです。で、ハイブリがメインで。いや、これマジです、これマジです。絵画の前にオラフ君置いてきました。あ、そうなんだ。ハイブリがメインで女性のところにいるので、で、本当に停電なるメインの除染、僕が入るまでには近くにいたから、エレキかシャワーの方に行ってると思う。え、うん、ハイブリさんって停電前にあれですか、見たって感じですか。どっからか忘れたけど、はい、とりあえずエンジンルームの時点では、K 君と一緒。多分ね、武器庫出た時から、コミュニケーションの前の通路、はい、エンジンルーム、メインホールまでずっと一緒。うん、それは合ってますね。僕がメインからエンジンに入る時に、はい、順番は覚えてないけど、ハイブリさんと K さんとすれ違ってるんで、合ってる、それは。え、オッケーオッケー、分かった。ミーティングは違うわけね。で、展望デッキも多分違うんだろうね。はい、あるで、エンジン、メイン、シャワーの人、順々にもう一回言ってもらっていい？プテエンジン。プテエンジン。メインハイブリ。メインハイブリ。シャワーメイヤ。メイヤ。エレクトリカルは？誰も出てない。いたーず、エレクトリカルでいた。なんかついてました。セシラ。一個だったら、点点点ってついてた記憶があるから。点点点。点点点って。が怪しい。あら、オラフ。竹尾さん。っていう感じ。でも、ちょっと若干右の方は怪しくなるかもしれんけど、でも多分エレキには位置ついてたと思う。いや、オラフ君はやってない。あからさまなラインか。停電アルマが直してます。で、鬼木が後ろにいます。うん、はい。展望で直してます。メインでハイブリさんが切ってエレキに降りたとか、そういうパターンしかなくないか。ん？エレキに降りたって相当。慎太郎はクール開けてないし、慎太郎はすれ違ったって言ってたから、多分慎太郎はキルしてないのかな。
カイブリさんか。あら、おら、あら、あら、はい。あ、ボタンか。うん、ボタンですね。見た人とかいますか？見た人は？いないのかな。どこで死んだんだろう。メイン巻きが山ほどおった気がすんねんけど。5人ぐらいいましたね、メイン巻き。あの、他のメイン巻き。あ、シャワーのさ、右下で僕とすれ違った自覚ある人っています？シャワーの右下は僕じゃないかな。いや、ペタヤさんは違います。あ、お前おじさんやったかな、なんか。いや、入り口の方であって、俺タオルのカゴの前でアルマ君とすれ違ってる。お前おじさんと僕シャワーの右下ですれ違ったよ。あ、じゃあ、右下？右下じゃないよ。え？まあ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 いいっす、まあまあいいっす、まあいいっす、まあいいっす。どっちもシャワーで多分僕が見てるから、多分そんな重要じゃないです。一応下にないところは、キッチン、武器庫、コックピット、エンジンまで、エンジン左側まではなかった。うん、僕も展望とキッチンまで見てる。単独で貨物脇、診察入って、エレクトリカル入った時に停電なので、その間に抜けられてたらわからないが、最終は、除染のところにもう一回いて、プテ君と最後ずっと一緒にいます。うん。メイヤメイン、エンジン、宿舎、ミーティングの順で上がって見てないですね。宿舎金庫、ミーティングの橋を登って下になし。ああ、なるほど、一緒にいてくれたんだ。宿舎脇でミーティングでずっと待機してたんですけど、ボタン最初使っちゃってたのに気づいて、昇降機降りて、ヌーンで右行きます。はいはい。あ、ヌーンはなかったとは思う。右に行ってるんで。シャワーの右奥とメイン除染の奥には死体ないです。あ、で、僕がラウンジに死体がないのも、トイレの右ら辺は分かんないけど、ラウンジ左側は死体ないです。この話よりかは俺さっきのエレクトリカル詰めるそうだね。あ、オッケーオッケー。僕視点なんだけど、僕の後ろにハイブリさんが来てるはずなんだよね。慎太郎目線もそうだよね。え、今回ですか？うん、で、あ、前回そう、前回で僕シャワーに入ってて、シャワーが1なのであれば、僕って多分ハイブリさん視点でも慎太郎視点でも無理にならない。まあ、というかアドミンのせいだったら迷惑は無理なんじゃない？はい、うん、エレキ1って結局、タキオさんは無理出てないから。アルマ視点で。あ、だ、お兄貴は絶対無理。その、エレキ死体想定だったら絶対無理。オラフ君は？オラフ君は。オラフ君は僕は見てないから知らないです。ハイブリさん視点で慎太郎君で絶対無理なんですか？いや、ちょっと待ってね。後でもう一回話すわ。オラフ君無理であったら無理であったら。いや、無理やって、タキオさん。でも死んでて、タキオさん聞いて。無理であってほしい。なんか情報をさ、考えるとさ、慎太郎ハイブリの2人が疑い合わないのが変すぎないかな。だってどう考えてもその2人がさ一番怪しい位置でありさ、どう考えてもその2人って疑い位置から外れないと思うんだけど、むしろ一番怪しいってお互いに思う2人だと思うんだけど、そこの2人がなんかお互い疑い合わないのが変だなって。はい、はい、ごめん、はい、早いの分かってて、ちょっと押させてもらいました。はい、ごめん、俺が見間違えてたかもしれないので、七子くんとすれ違った時に、はいはい、七子くんと一緒にいた人は、慎太郎くん？中野くん。アルマ七子が、ハイブリ系とすれ違ってます。で、それって、それが確かエンジンメインのちょうど出たところぐらいよね。あ、エンジンの真ん中くらいだ。エンジンの真ん中ぐらい。あ、真ん中やったか。エンジンのメインの間ですれ違ったのは僕です。それだったら、多分白は出せる。ちょっと俺、なんかね、七子くんと、アルマくんとすれ違ったのは覚えてるんだけど、あ、はい、多分慎太郎が言ってる場所ぐらいだと停電になりかけてたのか、ちょっと記憶が曖昧。慎太郎くんの言ってることが正しければ白は出せるけど、でもっていうぐらい。いや、慎太郎確かに左に行ってるんですよ、そのタイミングでメインから。なるほど。で、僕はシャワーに入ってて、うん、ハイブリさんがメインで、エレキに1ってなると、僕目線だと、その、ハイブリス、K さんがエレキに降りてオラフ君にやられてるか、ハイブリさんがメインで切ってハイブリさんがエレキに降りてるかとか、俺のパターンだと、慎太郎君が戻ってきて、うん、エレキで切って慎太郎君が移動してるパターンがあるんだったら慎太郎君には出せないかなってぐらい、うんうんうん、停電中だから俺は何とも言えない。俺はそのまま停電中も突っ切って女性に入ってて、いつの間にか K 君いなくなったな、だったから
死亡したのが本当に 2,3 秒前ぐらいまでは言えるけど、ただその僕が戻ってる場合って、うん、メインエレキシャワーがいずれか2になるんじゃない？そう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 、それもそうかなって思う。あ、はしごの途中とかもあるかもしれないけどね。あ、それはもうどうしようもない。そこまで終われたら確かにな、まあ、僕もエレキで切ってる場合って2になりません。あ、そうそう、それもだ、僕はハイブリさんが一番怪しいなとは思う、うんうん、なるほどな、うん、ついてないって初めに出してるんで、まあ一応オラックンがエレキで切ってまた石油キッチンカーに戻ったっていうのがギリあるぐらい、うん、え、ただそのメインしたいエレキハイブリさんが一番しっくりはくるけど、ただ、うんうん、アルナナブリ系がすれ違った時ってめちゃ結構時間経ってるんで、そこから、うんうん、あ、じゃあハイブリさんが言ってることも納得はできます、ね、うん、難しい。インフィットやった後に見てるから、うん、僕も結構タスク2個やって停電直すまでやってるから、ね、これでできるアピールって、がっつりナナコくんとアルマくんに見られていることが分かってて、はいはい、切るのかっていうとこが一番のアピールになるかなと思ってる。迷惑よりかオラフくん、タロちゃんの可能性あるのかな。いや、しん、いや、迷惑は無理だよ。迷惑は無理無理無理。あ、迷惑じゃ間違いない。ブリちゃんより変わって、うん、ああ、そういうこと。そうなの、ハイブリさんかシンタロくんが濃いかなって、どっちかかなって僕は思ったけどな、うん、その、いや、オラクは白であってほしいんだけどな。あー、むずいね。いや、これめちゃくちゃ難しいぞ。まあ、若干その慎太郎の動きが怖かったっていう部分が僕の中での慎太郎の黒要素になってしまってるから、まあ慎太郎ハイブリどっちかの可能性はあるなって感じはするけど、オラフ君も全然あるからな。慎太郎が白だった場合はむしろハイブリオラフのどっちかかなっていう感じはするね。ほら、はい、はい、セキュリティアップロードでアルマが死んでいて、うん、まあハイブリさんがセキュリティのテープタスクをやってた、やってる、うんうんうん、そう、動いてなくて逃げる素振りとかはなく、アルマがアップロードのとこで死んでました。うん、なるほど、強端な。今アーカイブラウンジに山ほど人いた気がするで、うん、七子さん無理、白取れる人は、うん、お前さんは無理かな、無理やな。はい、OK、 僕シェリフです、僕シェリフ、うん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 、これやばいな。竹雄さんもアーカイブからランジ側に行った、今僕おまおじさんとかも見てるから、いたいた、竹雄さんいた、絶対いた。他にセキュリティでキルして逃げ、俺は展望デッキで停電直しているのね。でそこからキッチンセキュリティに入っているので、そこではすれ違ってないから、エレキの方に抜けてる人がいたら、プテ君して誰かいた、エレキの方から来てると思うんやけど、エレキの方から行ったが、エレキ側では誰も見てない。あ、じゃあ女性のオラフ君と一緒にやり、オラフ君が先行してどっかに行き、うん、僕がエレキ降りて勝ち、アップロードしようと思ったら発見なんだが、あ、結局、まあ、ハイブリさん黒だったらだいぶ大胆だな、全く逃げずにテープタスクをやっているっていう、ね、僕も一応話しておくと、序盤は貨物でプテハスさんと一緒に湧いてます。はい、うん、でそこから、貨物の金庫タスクをして、ラウンジアーカイブあたりで七子さんとすれ違ってて、そこからシャワーメインエンジンぐらいまでずっと浮いてるんで、後半の白アピはない。オッケー、やっぱりプテハスさん、あ、じゃあごめんなさい、慎太郎くんと、うん、ハイブリさんの、ブリシンロ、ブリシンロラでいいんじゃないですか、うん、まあ、だから、配置して一応配置が混ざった場合やばいんで、うん、一先言っとくと、そうだね、俺これちょっと返すあれがないわ。対抗ローラーが一番安定かもしれん、俺の疑いってずっと残ると思うから。でもさ、初手切るってさ、その結局死体がほぼエレキかメインにあるわけじゃん。でメインにある場合はハイブリさん確定だし、エレキにある場合ってハイブリさん、あれ、7個ってさ、メインって1じゃなかった？メインは1さん、もう決めてほしいです。まず配置しよう。ブリちゃん、ブリさんに入れましょう。わかりました。あ、オッケー。僕、コミ行きます、コミ。うん、ブリさんに入れます。入れねえな、オッケーオッケーオッケー。右は？右、あ、わかる、わかる。え、あ、もううまく配置して、うまく配置して。右、もうボタンない。ボタンない人、左、お願いします。ボタンある人だ。コミ行きます、コミ。はい。誰だ？
コムサボ治らないのが一番まずいから、ナイスナイスナイス、あーナイス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 、右だね、うん、お前さん右行くって言ってたよ、アーカイブまではいた、オラフ7個プテハシが無理だね、まあ、タロちゃんまではつらざるを得ない、うん、そうだね、慎太郎インポスター使用します、メヤ君マットじゃない、違います、まあじゃあ村は慎太郎で、まあどうせ俺死ぬからな、でまだ二郎いるんで、メヤ君がマットだったらステップお願いします、一回ちょっとあれしないでほしい、入れないでほしい、まだえ、うん、あ、しゃべりましょう、喋りましょう、あ、わかった、これ、ね、オラフ君とかはマットの可能性はあるはあるな、あるはあると思うけど、うん、僕インポスターで本当に二郎いるんで今、タロちゃんがキルに関われなかった場面ってあったっけ、ちなみに全キル僕です、あるな、いやでもそのレベルで慎太郎がいる位置は多分キルできるところだと思う、そうだね、ずっとそうだったよね、うん、マットがいるならステップでお願いします、いないんだったらラストインポスター頑張ってください、ラストインポスター、まあ、僕目線なんですけど、まあ、僕もマット疑われてると思うんですけど、いやオラフ君は投票でスケルから大丈夫で、ここで慎太郎が釣れた時点でオラフ君と僕はマット、うん、オラフ君がインポスター以外はマットはないんじゃない、だから投票してないから、そうだからもうこれマットが残ったらこの時点で村側負けになるので、あーそうか、 PP で、まあ、なんか簡単な話だけど、まあ、七子さんはそのアドミン情報から狼には見えてないんですよね、僕シェリフだから話してるんですけど、うん、まあメアさん相方でそんな姑息なことすんのかな、慎太郎がメアさん狂人じゃないやらなそうだなと思ってる、うん、いやでも僕はあるかなと思ってます、皆さん、はい、なんでかっていうとアーカイブであのごちゃごちゃにいっぱいいた時に僕ナノコさんもアーカイブにいたじゃないですか、いたいたいた、あの時ミヤさんが昇降機の左にいたんですよね、うん、ダウンロードしてるミヤさん、うん、でもう一回見に行った時ミヤさんいなかったんですよ、あそのだってナノコさんも見ながら俺は右ラウンジの方に行ってるから、あそれナノコさん見てます、そうナノコさんと一緒にラウンジに行ってる、あそうなんだ、あごめんなさい、じゃあじゃあまたナノコさんの白決め打つから、はいありがとう、いいと思う、うん、どうしようかな、ボタンももうないですよ、ね、あよかった、もうマットいなくてよかった、ナイスナイス、まあ僕がマットメイトなんですけどね、あらあら乱せますね、なんだどういうことだオラフ君マットじゃねえな、誰が狂人なのかまあどうでもいいとして、わかんねえな、キルしてんのね多分慎太郎ぐらいなんだよマジで、だからどこでもあるんだよな、本当に本当にどこでもある、多分な、わかんないけど、オラフくんが、いやオラフくんインポスターあるな、オラフくんがエレキのキルとかはあるんだよな、慎太郎が俺をマットだと思った理由を考えよう、あーでかいでかい、敵のカメラのところにナノコさんの死体がありました、はい、わ俺直近まで光ってたね、いたわ俺さ、うん光ってた光ってた、これアップロードしちなみにタスクどうですか、俺あと1、僕が遅いんじゃないかな、いやーちょっと残ってるんすよね、うーんちょっと僕厳しいかも、タスクは残ってるけど離れてるだけで少ない、2キロだ、厳しい、僕釣り入れたいんですけどダメっすかね、入れようか、入るか、いや入れましょう、うーんでもは、
今回情報落ちないですよね。僕は最後ミーティングにいるから全然わかんないです、ね、俺石油のアップロードしてたわ。全然引かせてない。ピタさんミーティングいる、はい、ヌーンが右に行ってるはずなんですけど僕が停電直します。あーヌーンの位置は見てないわ、ごめんなさい。で僕は、ミーティングにいるときにカメラついてるの見てます。え、タケさんミーティングいたの？そうそう、ミーティングから降りてヌーンで右行ってるから、あまあまあ誰にも会ってないんでわかんないな。どうしよう、なんかないですかね。僕はね、メイヤさんじゃないと思ってるからオラフタケヨで悩んでるんですよ。ああ、オラフタケヨで悩んでるんですか、うん、オラフタケヨで悩んでる。そしたらプテさんってまだ切ってないよね、シェリフね。切ってない。どっちかとあれで即レポでいいんじゃない？釣って切る？いや、普通に釣らないで、釣らないで切って即レポ。戦う？じゃあ、あ、誰も釣らないってことですか？そう、釣らずに、はいはいはい、みんなで集まってって。まあいや、2人しか集まっちゃダメだけど。はいはいはい。もう皆さん白置きするの？皆さん白置きする。じゃあ。オッケー、じゃあそうする？タスクいけないの？まあまあ。オッケー、じゃあ即レポで。僕はあと1個だからいけるけども。じゃあ、落としたね、僕タスク残ってるんですよ。じゃあ、タケオさんとオラフくんにさ、うん、扉開けてもらいたいわ。わかりました。じゃあエンジン集合。エンジン集合ね。え、ちょっと待って。ああ、そういうことか。エンジン集合、全員エンジンね。はい。はい、あ、全員、みやさんもエンジンですか？いや、僕は行かない。あ、でも僕はレポートするためにいた方がいいかな。うん、いた方がいい。え、大丈夫かな、これでも、あの、マジで速攻でレポートしなきゃいけないから、キルされたら終わりなんで。確かにね。セリフ、例えば自爆とか入った場合ね。うん、自爆、キルが入ると。うわ、わかんねえな。でも、オラフ君ってさ。はい、オラフ君切ってました。え、切ってオラフ君が切ってました。あ、切ってるって主張するんですか？え、そうでしょう。え、僕停電中で見れなかったんですけど、光ってレポートしただけで。竹雄さんがその主張するのは竹雄さんインポスターか、僕が切ってるように見えてるんだったら。いや、もうオラフ君とプレアスさんがあの重なってて、オラフ君が横にずれて、あ、じゃあ皆さん、皆さん、じゃあ僕のこと信じてくれるなら、僕エンジンで皆さんと一緒にいたじゃないですか。竹雄さんメインホール開けだったんですけど、全然扉開けてくれなかったんで、ワンチャン竹雄さん、うん、キルクール貯めてるインポスターかなと思ってたんですよ。で、扉が開いてみたらプテさんがいて、後ろに竹雄さんがいる状態だったんで。っていうか、インポスターだった場合、これ僕のあれになっちゃうんだけど、ここってあの白を切らせた瞬間にインポスターがキルして勝ちなんで、その戦法を取るべきだと思うんですよ。で、あとさっきもオラフ君レポートを入れてるから、オラフ君のが僕的には白っぽく見えてしまうんだよな。あ、ただ、僕その、うん、なんだっけ、誰キルだっけ、ナナコさんキルの時はキル関われないですよ。で、ヌーンが右にやって僕が停電直してるんで、で直前にミーティングいてカメラ見てることも言ってます。じゃあ竹雄さんに質問なんですけど、プテヤスさんの、遺言で僕と竹雄さんで扉を開けてくださいって言いましたよね。あ、っていうかメインのドアは開いてました。いや、開いてなかったです。開いてなかったね。うん、長いことは開いてなかったの。それは僕とメイヤさんが見てます。うん、はい。なんで僕とメイヤさんエンジンで集合してたんですよ、先に。なんで多分プテヤスさんは竹雄さんが扉を開けるのを待っていたはずなんですよ。そうだね。だから僕は竹雄さんが黒いと思います。だってプテヤスさんの遺言で開けてくださいっていうのをクルーに言ってたんで。うーん、俺のね、そう、まあこれ俺がインポスターあったらなっちゃうんだけど、そう、クルーをプテさんが切った後にそのインポスターが切るっていう方が、うん、そうね、僕は来るかなって思っちゃうんだよな、インポスターだった場合。だからここでレポート入れてる
と僕はキルモーション見えてないし、武雄さんが僕はキルしてるところを見たっていうのが、いやーごめん、わかんない、待ってるようにしか見えなかったけど、っていうかエンジンで重なってたので、あーなるほどね、重なってはなかったです、ね、移動はごめん、間違ったらすいませんまあそうなるわな、ごめんよ。一緒に遊んでたあれ何だったんですか、あのキッチンと席の間に絵画見てた茶番だよ、やめてくださいえぐいことになってた、ナイスナイス、あよかったよかった、いやもうあれ苦しくなかったのかね、オラフ君よかったよ、高田さんからお小遣いもらえるよこれで、おいやいやもう僕も遊んでたんで悪いっすよ、確かに反省してます、あー K 君マットか、マットです、あそうなんだ、ナザコのアドミンは何だったんだ、じゃあそのナコさんガチ間違いっすね、あ、うろ覚えアドミンですね、これ完全に。よくやってる。